マリア・カチンスカマリア・カチンスカは2005年から2010年までのポーランド大統領レフ・カチンスキの妻でポーランドのファーストレディであった人物。マリア・ヘレナ・マケヤウィッツという名前で現在はベラルーシにあたるマクハウの村でリディアとチェスロブの間に生まれた。父はビリニュスで国内軍と戦い、おじはポーランド第二軍と戦った。もう一人のおじ。 ブワディスワフ・アンデルスは、モンテカシーノの戦いにおいて、カティンの森事件で、ソビエト連邦内務人民委員部に殺害された。マリア・カチンスカは、ポーランド南部のロップ・カザドロッジで小中学校に、通い、現在のグダニスク大学で、交通経済やソポとの対外貿易について学んだ。1966年に卒業すると、カチンスカは、グダニスクの海洋研究所に勤め、 1976年にレフカチンスキと出会った。二人は1978年に結婚し、1980年6月に一人娘のマルタを設けた。カチンスカは母語のポーランド語の他に、英語、フランス語に堪能であり、スペイン語、ロシア語も話すことができる。2010年4月10日10時56分、MSD、カチンスカと夫でポーランドのレフカチンスキ大統領は、 ポーランド空軍のツマイナス154に登場中、スモレンスク空港への着陸失敗の事故に巻き込まれて死亡した。カチンスカラを含め89名の乗客と7名の乗員全員がこの事故で死亡した。カチンスキ夫妻は数人の乗員議員と共に数千人のポーランドの軍人がソビエト連邦の秘密警察に殺害された第二次。 世界大戦のカティンの森事件の70周年慰霊祭に出席するところであった。彼女は同年4月18日に夫の隣に並べられてバベル大聖堂に葬られた。スマイナス154の飛行の際のパスポートには誕生日は1943年8月21日と記載されているといくつかのメディアで報じられている。ありがとうございます。